うさぎの目は日本の小説家、灰谷健次郎による長編小説。また、この小説を原作として作られたドラマ及び映画作品である。うさぎの目とも記されることもあるが、正確な表記はうさぎの目である。ゴミ焼却場のある町の小学校を舞台に、大学を卒業したばかりの若い女性教師が直面する出来事や出会いを通して、 児童たちと共に成長する姿を描いた作品。22歳の新任教師である、小谷先生が受け持った1年生のクラスには、石のように押し黙って喋らない、処理書の子鉄像がいた。教員役座のあだ名を持つ同僚の足立先生は、小谷先生が鉄像の宝物を見落としているかも、知れないと示唆するのだが、ハエの生態に詳しい鉄像をはじめとする個性的な、小学生たち、 壮絶な過去を持つバク、じいさんなど様々な子供や大人たちの姿が教師経験を持つハイタニの筆によって鮮やかに描かれている。1976年に NHK の少年ドラマシリーズでドラマ化された。主演は金沢緑、NHK 名古屋制作。本作を収録したマスターテープは他の番組制作に使い回されたため映像は残っていない。 他1979年にダン・フミ主演で映画化された。監督は中山節夫。配給は共同映画、2005年に DVD が発売された。他、ありがとうございます。